そうね、セラピストとかっていうのもとってもいいと思いますよね、うん、直感力も働く人ですね。だから瞬時に相手の気持ちも汲むことができる、この、なんていうの、感情線の先がこう三股くらいに、はい、二股三股に分かれている人っていうのはとてもね、あの気配りのできる人です。いい奥さんになるタイプです。よかった。旦那さんにね自慢してください、うん、これ、はい、あの手相芸人の島田さんがよくあげまんそうっていうやつで、そう、気配りできる人、いい奥さん、いい彼女なんて、旦那さんは幸せな人です。ただね、こういう人って、うん、あの頼まれると嫌って言えないお人よしなところがあるから、うん、あの上手に断れると思うともっと生きやすくなるかもしれないですね。